いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃい。またどうぞ。
コウ先輩、今度新作アプリのテスターをやってみない？もちろんバイト代だって出すし、興味があったら連絡してよ。キラリ木漏れ日の下、笑い合って過ごした毎日、さりげないつながりに、どれだけの強い勇気をもらえただろう。気持ちよかった。やっぱりステージは声がよく響いていいわね。やれやれ、結局自分が歌いたかっただけじゃないか。バレたか。それでリオンちゃんのシークレット単独ライブのご感想は？ああ、よかったぜ。アカペラなのにどこかから演奏まで聞こえた気がするっつうか、この間の事件からさらに上達したんじゃねえか。うん、そうみたい。前より伸び伸びと歌えてる気がする。周りにはスピカのメンバーがいて、ファンのみんなも待ってくれてる。そう思ったらもう何も怖くなくなったっていうかさ。そうか、たくましいっつうかなんつうか。それにしてもよかったのかよ、俺一人に聞かせるのはもったいないとか言ってたくせに。いいに決まってるじゃない。この間のお礼よ、お礼。それにもう君もファンになってくれたでしょ。チェ、なんだよそれ。照れない照れない。私の中の力もきっとコントロールできるようになってみせるわ。本当の意味でスピカの私の歌を届けるためにも。ああ、もちろん俺も力にならせてもらうぜ。改めてよろしくな、リオン。
おう、よく来たな。そんじゃな。おっと、どうした？そんじゃな。何を占いましょう。用件は何じゃ？
なんじゃ、もう終わりか。訪ねてしまって、アルバイト前なのにご迷惑ではありませんでしたか？
若葉とも相談したんだけど、今度この間のステージのお礼に部活に差し入れを持っていくね。でも部外者の中学生が学園に入ったらまずいのかな。ナイスタイミングね。さあじゃあ入っちゃうよ。お邪魔するね。はあ、暑かった。やっほー、コウ君。ちょっと成り行きっていうか、ここで待っててね。リオンちゃん、コウちゃんお茶出していいかな。でも、キンキンに冷えたのでよろしくね。こうちゃん、
どんな用かしら。あら、やめちゃうの？
君たちだったか。また会ったね、お兄さん、お姉さん。あなたはレム。まさかこの異界はお前の仕業なのか。いや、今回僕は何も干渉していないよ。ここは言うなれば迷宮ではない異界。ザナドゥが持つもう一つの側面とも言える場所さ。迷宮ではない異界。異界のもう一つの側面、話には聞いたことがあるけど。そう、本当にあったのね。この地に引き寄せられたのは全くの偶然だろうけどね。念のため様子を見に来たけど、これなら問題はないかな。あ、待ちなさい、あなたにはいろいろと聞きたいことが。それじゃあ、ここにはグリードも徘徊はしていない。しばらくすれば消えるだろうから、二人でゆっくりしていくといい。ゆっくりしてけって。やれやれ。まったく、一体何をしに来たんだか。まあとりあえず危険はないみたいだし、一安心ね。それにしてもこんな綺麗で穏やかな異界もあったんだな。ええ、美しくて現実離れしていて、ザナドゥ、そう名付けられた理由の一端がなんとなく分かった気がするわ。ああ、確かにな。ありがとな、ヒラギ。え、他の連中には悪いが、おかげでいいもんが見られた気がする。異界に関わってなきゃこの場所に来るなんてことは多分なかったはずだし、元を正せばヒイラギのおかげってことになりそうだからなそんなことはないわ。あの異界のこと、いい、謎めいた側面は未だ多いけど、私も時坂君たちと出会わなければ今ここに立ってはいなかったと思う。だからこちらこそ礼を言わせてちょうだいお互い様か。この先もきっといろいろあるんだろうが、ヒイラギたちと一緒ならもっといろいろな光景を見られそうな気がするな。ええ、これからも頑張りましょう、時坂くん。 XRC のみんなと一緒に。
話せやこら、何なんだよてめえら。ほらおとなしくしてろや。これからいいもんを見せてやるぜ。あの高畑潮が一方的にボロクソになるところをな。待たせたな。高畑先輩。やれやれ、捕まったのはお前だったか、一年坊主。待ってな、すぐに助けてやるからよ。はい。約束通り一人で来たようだな。男じゃねえか高畑よ。なめられたもんだ。たかだか3人程度で俺を倒せるとでも思ってんのか。さすがにそこまで思い上がっちゃいねえさ。だがこれならどうよ。てめえら。せいぜい抵抗はしねえこったな。1年半前みたいな結末はさすがに勘弁だろ。それじゃあ早速リンチを始めるとしようか。なーに、おとなしくしてさえいりゃ半殺し程度で済ましてやるぜ。させるかよ。仲間だと。よそ見してていいのか。てめえでしまいだ。せいぜい刻んでおきな。チャチな刃物程度じゃ俺たちの炎は消せねえ。ブレイズ魂は何度でも燃え上がるってな。すげえとか最大のチームの割には大したことのない奴らだったな。所詮は暴走しただけの分隊みてえだからな。ケイオスの本体は最初から関わってねえようだし、もう森宮が狙われることもねえはずだ。一件落着っすね。オンに切るぜ時坂。おかげであの日のけじめの一つに型をつけられたみてえだ。少しでも役立てたんならよかったっす。助かったぜ。